真田幸村が登場しました。父正幸と兄信幸が登場しました。幸村の初陣は小田原征伐、北条に松田のふりをして夜襲を仕掛け、そのうちに脱出を引き起こしました。小田原征伐の前に正幸は武田、織田、上杉、北条、徳川と1年で4人も主君を変えたと言われています。上杉景勝について家康の敵に回った真田正幸、そこで真田幸村は人質として上杉の春日山城へ行くことになりました。秀吉のところへ行くことになった幸村、しかしその秀吉が豊臣秀頼が生まれた後亡くなり、再び世の中を乱れて第二次上田合戦が起こりました。その前に第一次上田合戦が行われます。その後大阪冬の陣ですが、話はまた後で。